ハンナ道路は、大阪府と奈良県と、生駒山地を越えて結ぶ道路。大阪府大東市寺川付近から、奈良県奈良市天勝寺付近までを指す。1958年12月25日に、有料道路として開通し、1981年12月25日に、無料開放された。日本道路公団が建設。 ハンナ道路有料時代の料金所国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成有料時代の料金所渡り道路は、古代より大阪から奈良へと向かう大和街道の一つとして存在していた。明治時代、その街道が、小包街道と命名され、その道筋は、後の府道七百一号、中外地南田原線となったが、 自動車の普及による交通量の増大に対応すべく、1958年に現在の道筋を通る有料道路として開通した。有料時代の本線料金所は、東山口インターチェンジに接続している、シギイコマスカイラインのガード下にあった。他、東山口インターチェンジ、イコマインターチェンジ、富尾インターチェンジにも料金所があった。無料開放以降、 信号や開口部が設けられ、若干ではあるが、商業施設も建てられている。高規格道路ではあるものの、高速自動車国道に比べると、全体的に勾配がきつく、アップダウンも多く、カーブも多い。全線片側2車線。開通当初は、大阪府側は、現在の採業は存在せず、登校にあたる部分のみが、対面通行になっていた。また、 奈良県側は、菅原交差点から南東方向に伸び、山上通りに接続するルートしか存在しなかった。その後、大阪側の急勾配に対応して、大阪万国博覧会事業として1970年3月8日に、大東市の流管移政の区間に、現在の西行きが増設され、東港と分離された。その道筋は、 古代の全根寺越と言われる街道の道筋を踏襲している。同様の増設例としては、東名高速道路大井松田 IC 5天場、インターチェンジ間がある。西行では、名阪国道の福住インターチェンジ天理東、インターチェンジ間と同様に四輪自動車の、スピード出しすぎによる玉突き、カーブを曲がりきれずに、側壁、分離帯、 ガードレールに激突などの事故が多発する。無料化後の1980年代後半には、無謀な運転をする車両による死亡事故が多発した。そのため、毎週日曜日0時6時は、オートバイと原付の通行が禁止されている。しかし、今でも2輪、4輪を問わず、ローリング族などの違法競争型暴走族の出没が後を立たない。奈良県側では、 直線区間が続く部分があり、下り勾配に差し掛かると、速度超過になりやすい。同区間では、パトカーや白バイによる、取り締まりの頻度も高い。現在は、もともと有料であった区間を含めて、大阪府道、奈良県道8号大阪井駒線の前線と、奈良県道1号奈良井駒線の大部分を、講議の意味で、半ン道路と呼ぶことも多い。近年では、 第2半ン有料道路の開通や半ン道路の北側をやや並行する国道163号の清滝トンネルの開通で交通量は若干減っているが依然として大阪と奈良を結ぶ主要幹線道路である奈良県道1号奈良生駒線と大阪府道奈良県道8号大阪生駒線の接続点は生駒市の辻町インターチェンジである 辻町インターチェンジは国道168号との交点であるが、奈良市内方面への出入り口は未整備となっており、大阪方面のみが強用されている。国道1号終点、国道2号起点、国道25号終点、国道26号起点、国道176号終点として有名な JR 大阪駅前の梅田新道交差点から、 国道1号京都市方面へ通信すると、道なりにカーブは存在するものの、交差点の右左折を一度もすることなく、近鉄奈良駅や奈良県庁前や奈良公園といった奈良市街に達することができる。さらに、西側を道なりに進めば、国道2号から北港通りとなり、国道43号を越えて舞島へ行ける。一方、奈良市から大阪市を目指す場合には、 左折一回のみで、梅田新道交差点に達することができる。なお、大阪側の半納道路が完成する以前の道筋として、大阪府道、奈良県道701号、中外市南田原線がほぼ当時の道筋を踏襲している。無料開放後に設置された施設については、背景色をで表示交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は、 交差点名で表示過去有料道路として指定されていた区間は、寺川、中街市二条王子南五丁目、東京の区間である。1、上りの一部区間で合流のため一車線区間あり、大阪府側で近鉄バス、奈良市内で奈良交通が路線を走らせている。かつては、 近鉄バスが梅田から東道路を全線走破して、近鉄奈良駅や奈良ドリームランドを結んでいた。また、シギーコマスカイラインへ乗り入れる系統もあったが、現在は、不県康のイコマ登山口で折り返す。奈良交通は、奈良国際ゴルフ場前糸に路線がある。ありがとうございます。